の閉じ方が。時間を押してるから早めに行こうよ。なるほどね。じゃあそういうわけでね、はい、今回は元イカサマ氏の方、この方のイカサマのテクニックをテレビで初公開します。人を驚かせるのがマジックなら、人を欺くのがイカサマ。一晩に数千万を稼ぐその手口、とくとご覧あれ。アメリカはカリフォルニア。伝説と歌われた凄腕イカサマ氏はこの町に住んでいるという。やってきたのはこの男。ヒロシが行きました。ヒロシだ。ええとこ行っとんな。ヒロシです。伝説のイカサマ氏に会うためにロサンゼルスまで来ましたが、あれでしょ、イカサマ氏ってあの人を騙す人でしょ。いかにも。ちなみにトランプも元をたどればギャンブルの道具。ハリウッドではギャンブルをテーマにした作品も多い。しくじれば命のない世界で極限まで高められたイカサマテクニックは見る者を魅了する。映画スティングでポール・ニューマンの際どいカードさばきに目を丸くした方も多いのでは。だがこれは映画の世界の話ではない。現実にギャンブル界で伝説と呼ばれた男は存在するのだ。怖いですね。来ました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 。かつてプロのギャンブラーを相手にしこたま稼いできたというその男。ちょっと怪しい。なんだかちょっとギャングみたいだ。途方もない札束が行き交う現場でイカサマがバレたらどんな目に遭うかわからない。命がけの修羅場を研ぎ澄まされたテクニックで生き延びてきた男。その名はデイビッド・マレック。きな臭い世界から足を洗った彼は今ギャンブラーやイカサマ氏などを取り上げた映画のテクニカルアドバイザーとして活躍している。そして今回デイビッドは日本のテレビに本物のテクニックを公開してくれるというのだ。バカシロシ、どれか一枚引いてくれ。どれでもいいんですか。ああ、どれでも。この辺か取りますよと見せかけてこっちか取ります。ああ、いいよ。見てこれですね。それじゃあ選んだカードを一番上に置いて。じゃあ一番上に置けましたよ今。はい。好きなところでストップしてくれ。いつでもいいからストップかけて。ストップ。あれ、すごいね。じゃあもう一回やってみようか。はいはい。なんだよ。ストップ。うおー、すげえ。え、一番上ですね。On the top, yeah? Yeah. あれ、これはカードを配るとき欲しいカードを自分のものにするテクニック。え、これってハートのエースが何枚もあるってわけじゃないですか。どうぞ確かめて。This checking business is getting... ない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 。一体どんなやり方なのかというと、一番上を表にしていいか、よく見てくれ。うおー、すごいな。一番上めくってるみたいですもんね。デイビッドさんすごいですね。ではデイビッドの超絶テクニックを見てみよう。このイカサマ技はセカンドディールと呼ばれ、上のカードを動かすことなく2枚目を配る高等テクニック。注意してみてもカードを握った左手は動いていないように見える。しかもデイビッドのセカンドディールは超高速、それゆえまず常人では見破ることができないのだ。昔一度ドジ踏んだことがある。おー、怖い。相手はテキサスのカーボーイで、あの時俺はカードを一番下から配っていた。こういうやり方さ。ところがここでカードが止まってしまったんだ。気づいたら奴らが銃を抜いたから走って逃げたよ。走って逃げたわけですね。ああ、すごいスピードでね。逃げ足も速かったんですか。イカサマのテクニックは様々だ。こちらはイカサマの基本覗き見。欲しいカードがどこにあるのかを知ることができれば勝ちは必然。カードに印をつけることによって裏からでも図柄を知ることができるマークドカード。特殊なインクでカードにマークをつけておく技などもあるという。しかし
すごいのはやはり指先のテクニック。5番目だな。自分が勝たせたい相手に理想のカードを配る技。この後完全公開。伝説の凄腕イカサマシデイビッド・マレック。何でもいいですか。彼は好きな相手を勝たせることができるという。勝ち負けは運じゃないんだ。何番目の相手を勝たせたい。すっごいね。5番目だな。すごい。これだから何人でやろうがもう好きな人にできるんですね。いや、シャッフルしながら仕込むのさ。シャッフルの中でのエースのコントロールなんです、okay. いいか、あんたのためにエースを表にしてやってみせるよ、はい、そうですね。まずは最初のシャッフルでエースの間にカードを4枚入れるんだ。1回目のシャッフルでエースとエースの間に4枚入れる。1、2、3、4、どうだい。え、これもう今の感覚でこれやってるんですか。そう、感覚さ。すげえ。次はここに4枚を入れる。はい、IMS の間に4枚入りますから見てください。うわ、男に4枚。すげえ。今度はここだな。そう、デイビッドはわずか1回シャッフルする瞬間に必要な枚数のカードを正確に差し込んでいるのだ。あと1回だな。こんな初めてや。オッケー。今自分の上に欲しいカードを見に来てるんです。なるほど。はあ。すごいね。すごいですね。絶対勝つね。ずっとこう感覚で分かるんですね、全てが。まあな。そういうことさ。最後にデイビッドの神業を一つ。1から52の間で好きな数字を言ってくれ。じゃあ25で。25。25、はい、うん、一番難しいところでしょ、意外と。やってみよう、侍の刀みたいに指一本で。25枚だ。ちょっと待って、あれデイビッドさん、今のは嘘でしょ。これハッタリですね。お、出してきたね、ギャンブラーの。ヒロシのハッタリという言葉を聞いたデイビッドは5000ドル、およそ59万円をかけようと言い出した。じゃあ僕、かけますわ。ヒロシはモテると聞いて買ったリングを出して賭け成立。じゃあ早速数えますわ。え、賭けた。すごいね、デビットさんね。なんかうわって感じだったもんね、さっき。1、2、3、4。指先の感覚だけで本当にそんなことが可能なのか。21 22 23 24と。24じゃないですか、デビッドさん。ヒロシの姑息なイカ様を見破ったデイビッドの勝ち。どうもありがとうございます。うわ、すごいわ。あ、ね、ちょっといいじゃないですか、もう返してください。ゴールドカジノ。今日ここで覚えたイカ様を使ってカジノで一儲けしてきたら、この指輪を売ってあげるよ。どうよこれ、初めて見ました、うん、初めて。この人すごいっすね。ポーン、シャーした25枚。でもね、今の単純にあの VTR 見て、前田さんはどう感じるんですか。20世紀の初めのぐらいに、イカサマ氏とマジシャンとこうはっきり道を分かれてしまったんですよ。で、彼がやってるのはイカサマ氏のテクニックで、マジシャンのテクニックとはちょっと違ってるんです。で、マジシャンはですね、こう騙して、マジックのテクニックを使って騙してお客様を楽しませる、うん、で彼らは命がかかってるので、はい、騙してお金を取る、はい、やっぱそういう意味からも全然違うテクニック、うん、全然違う生き方をしてますね。なるほど、元イカサマ氏の素晴らしいテクニックを見ていただきました。